はい、SP コウスケです、今日はですね、僕の、お知り合いの、女性がですね、お誕生日ということで、こちら瑞穂台にあります焼肉屋さんの、鬼門っていうね、あの前に小山慶吾さんと、鈴研 TV さんと来たですね、焼肉屋さんに来てます。はい、こちらですね、今日のコースは、スタンダードでもおもてなしでも飲み放題でもなく、誕生日コースっていうのがあって、それにしました。花火とかついててね。で、ここのおすすめはね、鬼門のロース焼きね。これすっごい美味しいんで、絶対食べてください。瑞穂台に来たら鬼門ね。ってことで、ちょっと中だけ軽く行きましょうか。ね、失礼します。はい、失礼します。寒いんでね、今日はね。寒いっすね。はいはいはい、失礼します。失礼します。はい、どうもすいません。失礼します。で、今日はですね、お隣にね、いる女性が、誕生日ってことで、今日ね、最後のもう締めになっちゃうんですけど、これなんだっけ、牛タンのひつまぶしですね。これが最後になっちゃうんですけどね。で、全部食べちゃったコースね。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日どうでした？すごい美味しかったし、え、美味しかったし、いいお店で、いいお店で肉ケーキまで出てきた。あじゃあさ、キムタクとコウちゃんどっちが好き？コウちゃん。コウちゃん、あ、来たこれ、飽きたこれ。ということで、今日もね、いい日に皆さんしましょう。またね、チャオ。